推しを求めて進み続けて、何もかも名を全ての街の中で、雲行きなんて誰も知らないよ。僕の街の中影もしない
した。即興で作りました。今はいやもうね1回しか作れないこれは。録音したのか大丈夫か。かなり適当に歌ったから歌詞あったり分かんないけど、まあ、今の思いを歌にしました。旅立ちの歌と名付きましょうか。いや多分本当に歌詞適当だよ。かなり適当だよ。なんかまあ思ったことを歌っただけですので。音大丈夫ですか？ちょっとチューニングしようかな。OK FM 27どうも、ヤモリヤマトでございます。皆さんこんばんは。今日は特別スタジオアルテ崎山からお届けしております。まもなくこのアルテ崎山ロケットはですね、駐機場を越えて出発する準備がかかっておりますので、発射15分前には機内へお越しください。よろしくお願いします。では発射15分前までアナウンスとして1曲歌いたいと思います。その前に1曲歌う前にチューニングします。これ機能してる？ Hello これ使えますか？あ、電池真っ暗だ。真っ暗で見ない。違うって。ちょっと大丈夫？後ろのカボチャのコラボレーション。すげえわ。これかぶれるんですか？かぶれるんですか、新井さん？承知。飛行機がね出発する前にあのトイレ、
スの上に風が舞えるように駆けていく。空と海のつなぎ目を海と描いたり過ぎてくようで実は走っていた。君の特別な日だけはゆっくり進んでおくれよ。 Once in a while I'm drinking the bell I wanna change to the world。
にいいよ。この出てこの感じのコード。ヘイジューナは友達が歌った曲です。僕の友達の誕生日に歌ったんだけど、実はその子ジュンナって友達で、誕生日が12月22日です。でも面白い子でしたけどね。じゃあその子のために作った曲だけども、今自分の曲になってます。じゃあヘイジュナ歌ってみよう。ヘイジュナ泣くなよ、僕に話せよ。人生はまるで走り続けるジェットコースター。いつか君はたどり着くだろう、あの頂上へ。登りながら下りながら楽しむために、君は登り続ける。君だけのレールの上、下がる日々が続いて嫌になって降りたくなる。でも下がってるのは君が加速するため、そして坂道を登り切るため。レールは君が選べばいいんだよ、走りたいように進むのさ。最初に作った歌でして、住み慣れたこの街でっていう歌を歌いたいと思います。 FM 山内ラディオ、さっき何だった FM27 山森山本です。5年ぐらい前に東京住んでました。その時に東京から引っ越す時に作った曲、まさに今と同じなんですけども、家の中が空っぽの状態でこの曲が
できたんですけど、東京の生活を振り返った人です。では聴いてください。住み慣れたこの街で沖縄バージョン。ワン、ツー、スリわからない。どこに行けばいいかわからない。
る繋がる生き物
ためにしたんだ。今は全て愛しいよ。
ろんな知識を持っていけど使わなければ価値がない。僕はこれと言ってないけれど君を笑わせることができるよ。1たす1は2だけどそれは数字の世界。君たす僕は2以上の力が出せる気がしている。 Oh oh 6、7、8、9、10のリズムに乗って僕ら絶対に踊っている。特別なことは必要がないで重なる時にほら光が見えるかい。ストロー4のリズムに乗って僕らきっと踊っている。今は君と離れてもほらまた一緒になる瞬間が来るんだよ、来るんだよ。ならな久々に夏メロですね。パンプキンが笑っている。いいね、グッドスマイルですね。ずっと笑ってる。ずっと笑ってる。さあ、じゃあそろそろチェンジするか。違うシンガーに。もう一回歌って。あ、いいよ。どれをね、あいみょんがいいぞ。どれどれを。あいみょんが。あいみょんが。あれ、複数のね。じゃあ、次何かな。だから僕はもうアップだけ。静かな時どうかな。なんかまあ、普段歌わない歌を歌いたいな。バイオリンがいるから。あんま歌わない歌を歌おうかと思います。あまりね、恥ずかしく歌わない曲があるんですよ。なんだろうか。まあ、今日やっちゃおうか。いっちゃうぞ。FM27、ヤモリギャップでございます。さあ、次は、マグネットという歌を歌いたいと思います。マグネットは、僕の中で結構一番静かな曲です。ある意味、僕らしくない曲を歌いたいと思います。これも本当に、最初の頃作って全然歌ってないな。バイオリンが合うかもしれない、これは。じゃあ、マグネットという歌を聴いてください。世界の終わりが訪れるとしたら何をしたらいいの。
僕の頭の中で君の姿が突然現れて、柔らかいその両手に触れていたいなんて思ったんだ。この世界にはきっとそれぞれに守るべき人がいて、それが僕にとって君であればいいのに。僕らの命はずっと昔から何度も何度も繰り返し続けてる。終わりのないこのループはどこに向かっているのだろう。右の人も左の人も僕らはどこかできっと繋がってると思う。だから僕は君を忘れることなんてできないよ。この世界にはそれが君にとって僕であればいいのに。 この世界にはきっとそれぞれにバイオリン合ってるね。いい曲ばっかり合ってる。バイオリンがいっぱいあるよな。いい歌ですか。もっと出しとけよかった。いや、ちょっとそれはね、ちょっとずつ出そうと思って。やっぱね、最初作った曲はいいね。時間経つとさ、いや、こういう歌はね、今書けないんですよ、正直。ちょっと難しいですよ、こう環境変わらないとね。やっぱりこう、状況でね、曲が変わるんですよね。また環境を変えて違う曲をついて作っていきたいなと思ってて、やっぱバラードはいいですね。なかなかね、最近なんか上がる曲ばっかしか歌ってないから。では歌
貸しカード持ってくれなかったなってすぐ思ってます。貸しカード、貸しカードを持ってくればよかったなと思って、そしたら行ったみたいだけども、もうほとんど忘れてることが多いので、じゃあもうそろそろねチェンジしましょうか。11時になりますので、じゃあみんなで盛り上がって終わるか最後はね。ちょっとみんなでなんかジャンカジャンカやって、ジャンカ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 、11時ぐらいをメドレーしたいなと思ってます。皆さんさあ最後3曲4曲ぐらいやって盛り上がって帰ろう。はい、僕は明日最後の引っ越しをして終わります。もうあと引っ越しして終わりか、なんか寂しいね。寂しくないよ、また会えるって帰ってくるんだから。そうだよ、あっという間だよ、あっという間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 でミスな、それそれ、あっという間、あっという間、あっという間でミスな、あっという間、あっという間帰ってくるぜ、あっという間、あっという間、あっという間に帰ってくるよって感じで、これ歌おうよ。
フィナーレがやってくるよ。ミスマが集合。あ、タワちゃん面白かった。僕のカメラで何か撮ってもらっていいですか。じゃあここに、あ、あそこに置いてあると。オーバイドリアルか。ミスマのために作ってる曲だからな、これ。リベンジしたいな、もう妻。もう一回、もう一回できるならそこをもう一回やりたい。カットしちゃった。何の音？時に花が咲く。誰
終わり終わり最後これで終わって僕またこれで始まるからもうそれやで、ね、また歌うよこの曲をスタンドバイビーもしくは29かもしれません。その日をお楽しみに。以上。
荒垣隆でした。似てるでしょ。あのね、食べたからみんなにお土産がある。